こんばんは。こんばんは。こんばんは。初見です。嘘つけ。こんばんは。なかなった。初めまして。初めまして。こんばんは。ディナーは食べてない。まだ俺のいいおしなって。こんばんは。来週はポッキー&プリッツの日だよ。確かに11月11日か。もう何の日かすっかり忘れちゃう。そっか。でも食べないんだよな。プリッツ好き。プリッツ派。プリッツのトマトが美味しい。去年のポッキーの日公演してたんだっけ。なんかまゆちゃんとさ遊んでたよね。まゆちゃんをなんかゴミのような目で見てた。あの写真って多分ポッキーの日だからかな。え、わかんない、別の日なのかな。ゴミ呼んだ、だって。曜日に左右されないなんじゃ。そんなことはない。韓国マクドナルド遊戯王コラボ中、なんちゃんが思いついて買っちゃった、だって。韓国もやってんのか、いいな。韓国ぐらいなら行けそうって思うかも。だけど私海外行ったことない。高校時代ポッキー食べた。2011年11月11日。あ、そっか、まあ、1多いもんね。だからも、あ、でも無理か。いつか、じゃあ11111年の11月11日の午前11時11分11秒に食べてほしいね、誰か。トップじゃダメですか。トップもいいんじゃない。だって同じ会社でしょ。全部行ったらキリないから、あれなんじゃないって思ってた。だって基本さ、ポッキー&プリッツとか言うけどさ、大体みんなポッキーの日って言うじゃん。その時は2人でポッキーゲームしような、だって。じゃあ、私分かった。あのチョコの方じゃなくていいから、チョコに届きそうになったらポキって折っとくね。食べていいよ全部。売り切れてんだ、やっぱ遊戯王人気だからね。ポッキータワー建てたいね、だって。崩す自信しかない。のんちゃん頑張って。無理無理無理、そんな生きてらんない、しんどい。わかんない、生まれ変わって、あの畠山希の意識があるままだったら、あの迎えられるかも。トップはロッテ。そうなの、知らない、適当に言っちゃった、ごめんなさい。折ったら負けな、だって。じゃあやらない。ポッキーを市内にするんだよね。ポッキー同士で戦えばまあ怖くないか。福岡の出張公演すごく良かったです、ありがとうございます。嬉しい、楽しかった。光が強い。
転生してもろて大丈夫です。今日肌ツヤツヤ、ほんと光のせい。いやー、高校時代の記憶が忘れつつある。大丈夫、私も幼稚園の記憶はあの忌々しい記憶しかない、基本。幼稚園よりその前ってなるとあんま覚えてない。もう寝たい、寝れば。寝たいなら寝た方がいいと思う。睡眠は大事だよ。17期のファンミやってほしくなった。じゃあ仲間を呼ぼう。室長さんをそして増やそう。そしたらきっとやってくれる。きっとじゃない、やってくれる。昨日の記憶ももう多分曖昧なんだろうね。私も君はメロディー、僕もメロディー。私もメロディー、ありがとうございます。ミラーボール、勝手に名前増やしたけど、君はメロディー、僕はメロジー、メロディーおじさん。忌々しい記憶こそ早く忘れてもらって。だってなんかさ、忘れられなくない？あのね、先生にね、あの怒られたレベルなら全然、あのさ、もう数年後なんて忘れてるよ。そりゃたまに思い出すかもしれないけど、もうあれはひどかった。うん、ひどかったよ、ほんと。室長さん増えてね。資格勉強しなければ。じゃあ これ見てる場合じゃないよ。ラジオ感覚、 TikTok サングラスだといい女感すごい。え、してなかったらいい女じゃないの。僕はクマ、おめえ怒るぞ。だって今日怖い。いまいましい効果きますみたいな、なんか来た。乃木坂さんのコンサート見に行ったね、言ってたね。イベントやれば室長、あ、もうそれはある。だからあれでしょ、あのカードのやつもあったんでしょ、イベントじゃないけど。だから劇場が復活すれば室長公演もまたあるかもしれない。わかんない、でもね、劇場ラストらへんもみんな忙しかったから集まらなかったんです、17期が。何年か経ったら使ったお金のこととか覚えてないから、どんどん使った方がいい。わかんない、だってね、あのね、私ね、今年何円貯めたいっていう目標を立ててたの。ただあまりにもちょっとね、出費が多くて思わぬ。キャリーケースが壊れてる、まあそれは私買ってないけど、まあそんな感じでね、数ヶ月前の私には予想もしてなかった出費が多すぎて、ちょっとね、目標が達成できないことが確定いたしましたね。違うの、だって無理だよ普通に。だってさ、初めて行く場所行ったらいろいろ食べたいじゃん。そうね、それをね、やってたらさ、もうさ、もうやだ。困った。三連休終わるの早すぎ。それな、貯金しないで使えんねよ。うん、私は貯金するの。だってなんか不安定になりそう、心が。お金ないと。だってさ、私はあのね、あのお勉強ができないから将来が不安なわけですよ。それでお金もないなんてなったら、もう不安どころじゃ済まなくなる。もう勉強は無理。あのね、努力してどうこうじゃないの、脳のキャパ的にきついの。覚えても1週間後にはいないの、もう頭に。
私あんなに漢字頑張ったのにもういないの頭ん中に。だからタマ&フレンズの漢字のやつ見てもさ、なんて読むっけみたいな。小6なのにさ、なんかさ、もう使うやつはさ結構使うじゃん、だから覚えてんだけどさ、私の私生活であんま使わない漢字出てくるとってなる。漫画すぐ買っちゃうから。だって買ってないよすぐに。なんて私はあの先月買った漫画はもう待ちに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 待って買ったからね。我慢した、あれは。あれは我慢した。ただまだもう一冊欲しいんだよね。花と夢キングが欲しい。キングキング、あのロウくんがあの表紙を飾っているんですよ。そう、あれが欲しいけど、あの今一旦あの自分会議として、あの今月あの少しでもマイナスを取り戻せるかみたいな考え方をして買うかを決めるか悩んでる。分かんない、まあ悩んだら買うべきなんだけどさ、悩み中。おたも出費が多くて分かる。畠山のぞみの言い訳メイビータイム中だって、うん、言い訳メイビー中です。今欲を抑えるのじゃよ。だって意志弱い。え、違うの、だって普通にね、あのね、なんか言っちゃダメだったらごめんなさい。夜ご飯代さ、自費実費だったの。そう、なんか自分で出して食べてたからさ、そうちょっとマイナスになるわけじゃん、そこで重なって。でちょっと美味しいもの食べたいじゃん、せっかく行ったならみたいな気持ちになるじゃん。だってさ、せっかく来たのにさ、値段を理由にしてさ、サイゼリアに行ったりさしないじゃん。サイゼリアあのない県もあるから、そういう人はね、あの行きたいだろうけど。そうだから、そうサイゼリア私今めっちゃ行きたいけど、そうあの福岡に行ってまで食べるものではない。マーラータン食べようとしたけど、そう食べてないしね結局。そうだから今月は我慢ですね。漫画は多分買うけど、だってあの表紙はあの漫画でしか手に入らない。でも少しでも安く買いたいよね。でもね、あのアニメートの通販じゃないと特典かなんかがついてこなくて、でも高いんだよね、あの送料が。どうしてそんなに私からお金を取るんですか、送料さん。私はあなたが嫌いです。金遣いが荒い。荒くないもん、荒いのはたまにだもん。お金を使うことで心が豊かになる。豊かになった後現実を知って口座を見てゴーンってなるのなんてもう分かってることじゃない。3日に1回思い出せば頭に残るよ。だって本当。え、そう、私進路はね、なんだかんだ進路じゃない。あの何、あの、名前が出てきませんね。あれはちゃんと取れてるので、何進級するために必要なあれは取れてるので、そう今年もね頑張っていこうと思うんですけど。表紙だけ買えばいいじゃん。それができたらどれだけ楽だか知ってる。あ、そう、マジシャンだと思ったらドラキュラ。そうドラキュラなんだ実は。うんとか元気よく言ったけど、めっちゃニッコニコ笑顔で嘘ついてた。うんって。お金なら何とかしてあげるのに、だってできないよ。 AKB はおごるってあんまないよな。うん、そんなことない。沖縄めっちゃおごってもらった。
一旦お口ミッフィーだよみんな。お口ミッフィー、あのおごってもらいはした、おごってもらった、だいぶおごってもらった。ただあのその前の出費たちもすごかったの。あとお土産をどうせ買わなきゃじゃん、もう来れないかもだしね、沖縄と北海道に関しては。そうってなったらまあね、最低限あの有名なお土産は買うじゃんね。別に私が一人暮らしでもう周りに誰もいませんみたいなあれなら買わないんだけどさ、そうそうじゃないのでってなったらまあそれなりにね飛んでちゃうよね。バイバーイって、そういう先輩におごってもらううまさがないと、おごってもらう前提にね行ったら、私は私みたいな先輩はおごりたくないよで沖縄はね、うん、めっちゃおごってもらったね、うん、まずあのね1日目はあのエリーさんたちと食べに行きました。で2日目の夜ご飯はなるさんとあやみんさんとズッキーさんと行きました。で3日目はあの打ち上げだったので、まあ私はお金を使っていますお土産だけ買って沖縄は帰ってきたみたいなもんですかね、うん、沖縄はちょっと言い訳にできない送料はのんちゃんが好きだよ、だって AKB も送料高い。そうなの、高750円なんだって私ね聞いて300円ショップのね商品ですら頑張って買ってたんだよ。あの小学校の時ね学年ごとにお給料じゃないお小遣いがあったの。1年生だったらまあ1年生の時もらってないけど100円で、2年生からもらい始めて200円、3年は300円、400円500円みたいな感じなんだけど、200円スタートでさ300円ショップのものが一発で買えないわけで、しかも税込みを含めたらさ、まあ数十円のお釣りなわけじゃん。可愛くない、頑張って貯めてたんだよ私もうあの頃ね1000円持ったら大金持ちだと思ってよ。数民大使さんミラーボールありがとうございます。現実から目を背けるのだ、だって単位、そう単位単位、マイルゴミゴミな人さミラーボールありがとうございます。単位です。そう時差すごいわね。燃焼の特権、ただ自分がねもうちょい上がったらやらなきゃだわ。オリオンビールの T シャツは自分で買った、ただめっちゃ安くしてくれたの、そこのおばちゃんが。私たちがね値切らなくても何円でいいよみたいな私へのお土産はシーサーの置物は、でシーサーの置物はまなかさん買ってたのかな、うん、まなかさんが買ってて、チンスコーはココナッツ買った、みんなに、あホテちゃんに私忘れちゃった、海ぶどうをあげたさに持ってき忘れたそうなんかずっと海ぶどう食べたかったって言ってたの、ゴーヤチャンプルとか。ただゴーヤチャンプルはちょっとプレゼントできないから海ぶどうをあげた、あの福岡のお礼も込めてただチンスコ忘れちゃった。空港にウルルあったけどシークワーサー売り切れてなかった、そんなはずない、私が帰って日には全然どこにもあったよ、シークワーサー国際通りにもあったし。まなかさんめっちゃおごってくれた、だからタクシー代も出してくれた、うんそうね結構。で初めてご飯行った日も私から誘ったのにおごってもらっちゃったし、うん結構おごってもらっちゃってます、やばい、いつか返さなきゃ。オリオンビールどうだった？ちょっとね飲んでないから分かんないんだけど、
だなんだっけな、あの所長だよね、所長にどんな感じなのか聞いたら普通のビールよりすっきりしてるらしいっていう話を聞いた。でハブ酒は飲んだことありますかって聞いたら、ハブ酒はめっちゃ喉にかってくるって言ってた。ハブ酒売ってる場所あったの。じゃあ貯金できるじゃん、北海道と福岡があったのよ、あと大阪と奈良。オリオンビールの T シャツ買った、ショート丈。お土産なんて石とか砂とか自然のものにしたらただよ、だって。で沖縄のやつってなんか持って帰っちゃダメみたいな言うじゃん。ラグがすごい、ごめん、あのいろいろ読んでたらだいぶラグが。クロリオンを選ぶのなかなか違うの、なんか白と黒で、そなんかあのその原品のやつは安くしてあげるみたいな言われて、袋に入ってない、じゃあなんか安く買えた方がどうせならいいよねってなって買ったの原品は。でそれが白と黒で、真中さんがどっちがいいって聞いてくれたから、私普段黒着るから黒がいいなっていう話になって、で黒選んだ。国際通りの交差点じゃない、普通になんか商店街みたいなところに全然売ってたし、なんかめっちゃシーサー売ってるところにあった。全然マカオのお土産、そうマカオのお土産、あ今あっちに置いちゃった。そうホテイモカさんがくれたんです、お土産交換大会みたいになっちゃった。小一さんミラーボールありがとうございます。ホテちゃんはあのマカオにフェスに行ってたんですよ、サコユメミと平田のゆきねえと行ってて、で空港でなんかギリギリだったけどマック行ってあれ買って、で私が好きなの知ってるから箱くれたそう私はあのね、あの何マスコットもいいんだけど、闇遊戯がいるのはハッピーセットの箱だから箱が欲しかったの。そうだからホテさん分かってるねと思って箱くれた。シークワーサーまずい、じゃあ私と好み合わないかも海ぶどうってするする、お土産の場所にあるからそりゃ日持ちしてくれなきゃ困る。ブライス人形みたいな様子になってきた私が。あれあんなに目はでかくないよカチッってやったらってなるやつでしょ。あれ昔欲しかったけど、もっと昔はめっちゃあの人形怖いって思ってた。目がでかいと日本人ってなんか恐怖心抱きがちじゃないっていうのをどっかで見て、ああ確かにってなった。なんかリカちゃん人形を見たらさ、まあ、別にさ、うわめっちゃ怖いみたいにならないじゃん第一印象で。まあ人形が苦手な人はあれかもしれないけど、ただ海外系のさ人形ってちょっとなんかさ、おおってなるじゃん多分それが理由なんだろうなって思った。ただブライス可愛い、ただ高いんだよね。国際通り、そう国際通りで見た気がする。主張ってイケメン知りませんタンクトップと、あ知ってる知ってる、いっぱいあった。沖縄でアイス食べたっけ、食べてない気がする。沖縄の人はハブを散歩、ハブ飼ってんの、ハブ散歩させてる人に街に出て会って、街で出会ったらハブはナイスデイだね、だってハブはナイスデイって、言いたいそれ、沖縄戻りたいなどこら辺で会えるかな、ハブ散歩させてる人ハブはナイスデイって、ちょっと頭入れとくね。マカオの提灯もらったの、もらってない。
私もなんか箱が、いやただの箱はいらないですハッピーセットの箱もらえなかった。嘘、ボックスプリーツって言わなきゃダメだったじゃんなんでなんだろうね、なくなっちゃったのかな。シークワーサーはね確かに好み分かれる。白い洋服、新しいやつ。白い洋服とは、白い洋服、白い洋服ってどれ。いやあれ、うん、アイス食べた私福岡で、福岡じゃない沖縄で、沖縄、あ食べた食べたわ食べた、もうなんかねもう記憶がぐっちゃぐちゃ、食べたわ、食べました。平石さんミランボールありがとうございます。ハブ対マングースの戦いのショーは昔やってたなんで戦わせんの。ハブは駆除対象なのにそんな笑うと思わなかった。いやなんか普段のあの感じなのにさ、ハブはナイスでいいってなんかさコメントするからさおもろいちょっとあのね普段の感じを知った上であのコメント見るのが一番おもろかったそれが言いたいから沖縄戻りたいわけさ、だって言いたい。だから人のことも覚えられない、そんなことはない、私意外とね顔は覚えてるから。ただ覚えられない人はちょっとあの覚えられない、特徴はちょっと分かんない。人が覚えられないんじゃなくて言葉が覚えられないの。ぐちゃぐちゃになるほどいる。そうだから、だから飛んでたんだよね、いろいろポンポンポンって。悔しいね。ハッピーセットのレシートがない、まし あのあちらの方が調べるだけなんじゃない。劇場に送れる、え、どうなんだろうね、送れんじゃない。でも超えてないっしょ1万円は、さすがに分かんない。マカオって物価高いの。頭良さそうな四字熟語言ってみーだって。私そのね四字熟語とかことわざが苦手なの。そうそう、だからあのもう四字熟語は好きじゃないしことわざも好きじゃないです。そこは畠山のぞみだよ。そうだよね、16年もんだからもうすぐ17年もんの熟語です。畠山のぞみですお嬢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 じゃあなんだろう、なんか近くにないかな、なかったから揚げ定食、確かに沖縄遠征だって。ハッピーセットで1万超えてたらやばい、何もハッピーじゃないたさそうな四字熟語じゃなくて悪そうな四字熟語だって。はい、私のお母さんに謝ってください謝ってください。まあ畠山までは考えてないけどね得意な科目あるの。いや下校、あと早寝じゃないあの早起きして登校も得意でした。47都道府県どこまで制覇したんだろう、わかんない。でもまだ全部あの全然してないです。
交通安全、体育はあのまあ得意な方ではあったけど、やっぱ上には上がいるから自信なくなってくよね。だから昔は体育って言ってたけど、だんだん自信なくなった。結婚してんだって無理無理なんだ。もう私は誰のものにもならない。何言ってんだろうね。ちょっとね、自由奔放に生きていくんだ。でも今は早起き得意じゃない。昔は得意だった。直接謝りたいので劇場出演待ってます。だってそっちから直接来なさいよって言いたいところだけど、本当に来そうだから言わないどこ。下校の成績はね、まあ最後から数えた方が早いぐらい、あの逆方が遅かった時もあるんですけど、まあそれは部活のせいだったり放送委員会のせいだったので、ノーカンノーカン。介護して、多分ね、あのね、腕の力がなさすぎてね、あの落としそう。やりそうだから、多分ねお願いする相手違うと思います。一生、いや、あの一生アイドル宣言ではないかな。のんちゃんがとうとう独身宣言した。だって宣言はしてない、宣言はしてない。ただ今のところ私はあの結婚がまずできない年齢なので。そう、ちょっとね、誰のものにもなれないの今。心は私のものにならなくていいから。だって、はい、そうですね、そろそろ寝る。だって寝てください、寝る時間です。みんな放送委員でした、心以外ください。え、ちょっとね、18歳になったら考えとくね。じゃあ。生涯独身、これだ、四字熟語。何のこと待ってるね。だって婚約はできるよ。しないしない。まずはお母さんに挨拶しないと。だって絶対やだ。山崎さん、いつも結婚って言ってるけどどう思う。だって私だからもう何人と結婚してんのって言ってるよ。もう数え切れないぐらい聞いたよって。結局誰と結婚する。のんちゃんの放送聞こえてくる。そう、給食の放送と朝の放送と、あの下校前の放送やってた。あのなんか当番制でやってた。朝本当に嫌だった。早起きして自分たちで鍵開けなきゃなの。いろんな、もう自分の教室の鍵をまず開けます、放送室の鍵開けます、預けて教室戻りますみたいな、もう勘弁してと思って。だからしかもね、もうあのね、毎給食の時間星座占いがあって、本当にあのお羊座が嫌いすぎて、お羊座が。もうね、毎回お羊座とって、もうないお羊座、あともう一個あった、何だったんだろう、苦手なの。乙女座、違うな、何だろう。放送委員の特権、給食の時 BGM 持参できる。でも私はしなかったです、めんどくさいから。
水亀座は全然言える。何だったんだろう、乙女座、お羊座、うん、蟹座、蟹座が言いにくいわけないか。なんだって、サソリ座、獅子、あ、獅子座、獅子座、獅子座、それ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 、獅子座です、ナイス。獅子座とお羊座が本当に本当に本当にやばかったそれ面倒。え、だって荷物増えんだよ。ただでさえ私はあの道着を持って下校を登校するわけだから、そう、ちょっと荷物は増やしたくなかったから、あの学校になんか最低限のプレイリストみたいなのあったからそれ流してたね。お互い別に流したいのなかったし、2人ペアなんだけどさ、作業が言えないだけ。え、エミちゃんみんな言えんの、そういうなんかちゃんとしなきゃいけない場所で言える。だからあのね、あの知り合いの結婚式とかで急に星座占いやってごらん言えないから、絶対どれかしら言えないから水が目指せーフだって。 AKB 流した？私は流してないけど、ただ加入してから多分誰かがふざけて流しました。何流れてたかな、あのね、でも何だったかな、夏曲流れてた。ポニーテールとシュシュか、え、なんだ、エブリデイカチューシャじゃない、でも夏曲流れててやってんなって思ったそう、ちょっと言いづらかったですね、教室に。55位になったらランキング読みます。結婚式で星座占いなど、うん、なんかそういうガチッとした場所、失敗は許されないみたいな場所で、別に結婚式じゃなくてもいいからさ、やってごらん。本当に言えない星座ね、1個や2個ちらほら出てくるから小豆とかもいけそうなの、いけなそうなの、いける。小豆は言えるっしょ。スピーチはしたことあるって。踊って言われなかった。その時別に踊れる曲そんな多くなかったしね。踊っては言われたことないです。ご本人登場は、あの登場も何も、あのクラスに給食食べてんのよ小豆運びの話。あ、そういうことね。あ、今日も可愛いね、好きよ、透けるコメント。大丈夫、ちゃんと拾った。そうね、まあ王さん今給食当番、うん、変わってもらった。ちょうど被っちゃった時は、あの次の週だった人にごめんなさいして代わってもらってやってました。ねえ、そんなこともあったね、懐かしい。すっかり忘れてた。君はメロディー、僕もメロディーさ、ミラーボールありがとうございます。いい推しの日の手紙の返事ってガチで書いたの？書いた。基本もうみんな書いてんじゃない？割烹着、割烹着姿はちょっと予想ない、予想じゃない、ない、予定ないです。新しい記憶。でももうね、みんな聞いて、2年前なの意外と。意外と経ってんの？卒業してから。卒業してから？うん？うん？卒業してから、まあ、大体言えば、経っちゃってるんだよ。怖いよね。小学校はもっと前で、え、だってね、聞いて、アナ雪とかが10年前なんだよ、妖怪ウォッチとか。信じられる？信じられなくない？でもね、真実なの、紛れもない真実で、びっくりしちゃった。
卒業できてよかった。中学は卒業できるよ基本。研修でアメリカンドッグ、いつの話よ。あ、そう、私6歳なの。あの雪の時、妖怪ウォッチの時も。高校は5年以内に卒業したいね。だってそうだね、3年を目標に頑張っていくよ。15分になりました。終わりたいと思います。13位、デジさん、デジさんありがとうございます。12位がマシンガンさん、マシンガンさんありがとうございます。11位が君はメロディー僕もメロディーさん、君はメロディー僕もメロディーさんありがとうございます。10位はモリリーさん、モリリーさんありがとうございます。9位がジロリンさん、ジロリンさんありがとうございます。8位がアーターさん、アーターさんありがとうございます。7位がハンバーグ同盟12号、畠山同盟さん、ハンバーグ同盟12号、畠山同盟さんありがとうございます。6位が中地さん、中地さんありがとうございます。5位が光一さん、光一さんありがとうございます。4位が寸民大使さん、寸民大使さんありがとうございます。3位がひろよしさん、ひろよしさんありがとうございます。2位が燃えるゴミゴミな人さん、燃えるゴミゴミな人さんありがとうございます。獅子座でもお羊座でもないけど、だって言えた言えた。そして1位がもぎえさん、もぎえさんありがとうございます。ありがとうございました。なんか今日のショールーム勢いすごかったな。 なんだろうね、わかんないけど。じゃあまあハンバーグやって終わりたいと思います。ハンバーグって言ったらコメント欄で大好きってやってください。いきます、ハンバーグ大好き。はい、ありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさい。寝ないけど。バイバーイ、おやすみなさーい、バイバーイ。